野原あゆみの睡眠用雑学。みなさんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。今夜も雑学で一緒にゆっくり過ごせましたら幸いです。それでは今夜の雑学始めます。チャイナドレスにスリットが入っているのは、もともと乗馬の際に足を横に出すためである。チャイナドレスは清朝時代の満州族の伝統服チーパオに由来する衣服です。チャイナドレスにスリットが入っているのは、このチーパオにスリットが入っていたためで、もともとは乗馬の際に足を横に出すためのものでした。チーパオのスリットは深いものではなく、膝丈ぐらいまでだったと言われています。1920年代にチーパオを洋服風のデザインにした衣服が登場します。1930年代には足を露出することがブームとなり、深いスリットが入るようになったそうです。これが現在のチャイナドレスの原型となっています。入れ歯はいつからあったのか。入れ歯に関する最も古い記録は紀元前700年頃まで遡ることができるそうです。当時活躍していたエトルリア人は、金のブリッジの局部義歯を作っていました。彼らは古代世界最高の歯科医です。素材には骨や象牙を刻んだもの、人間の歯を再利用したものが多く見られるそうです。義歯が本格的に作られ使われるようになったのは17世紀末頃からです。裕福な人たちが入れ歯を使うようになりました。この素材には亡くなった人間の歯やカバの歯が使われていたという記録が残っています。ちなみに日本では16世紀半ばには噛める総入れ歯が実用化されていたそうです。爪の木などを彫刻して仕上げた木の入れ歯です。現存している最古の総入れ歯は、和歌山市の願成寺を開山した中岡貞さん、通称仏姫、仏姫と呼ばれる女性のものです。彼女は1538年に76歳で亡くなっているので、すでにこの時代には入れ歯が普及していたことがうかがわれます。この入れ歯は X 線解析と赤外線分析でお歯黒が施されていたことが判明しているそうです。
木の入れ歯は明治時代まで用いられることになります。日本歯科医師会によりますと、最初は仏師の片手間の仕事から始まりましたが、江戸時代には入れ歯師と呼ばれる専門職業として定着していきました。材料は爪が一番とされていますが、中でも伊豆七島の本爪が最高級品として扱われていました。江戸中期の国学者元折宣長は手紙の中で、先ほどは入れ歯お世話になりそうろうなど記しています。この手紙によりますと、入れ歯師が自宅まで来て顎の型を取って持ち帰り、もう一度仮合わせをして仕上げていくというような内容が綴られているのです。今とさほど変わっていませんよね。歯に関する悩みは老若男女いつの時代にも存在していたようです。やぶ医者はもともと敏腕医師のことである。松尾芭蕉の弟子だった森川巨録が江戸時代中期に編纂した風俗門前によると、やぶ医者という言葉は現在の兵庫県北部である田島の国のやぶという地域にいる名医のことを指す言葉でした。しかし非常に評判が良かったことから、やぶから来た医者を自称する偽物が続出しました。いい加減な治療をして高額な治療代を要求する不届き者の存在が社会問題にもなったことから、いつしか腕の悪い医者の代名詞になってしまったそうです。本来は真逆の意味だったんですね。お寺にちなむ名字の中で薬師寺さんが多いのは、薬師寺という寺院が多いためである。お寺にちなむ名字の中で薬師寺さんは日本で2200位くらいに多い名前です。一方、法隆寺さんや東大寺さんは1万位以下の激レア名字です。薬師寺さんが多い理由は、単純に薬師寺という寺院が多いからで、寺院薬師寺は全国に263もの数があります。薬師寺のご本尊である薬師如来のご利益は、病を治し健康にしてくれるというものです。一方、他の仏様は阿弥陀如来のように死後のご利益が多いそうです。さらに薬師寺は薬師如来に薬の壺、薬壺を持たせるなどしてご利益を民衆に分かりやすくアピールしています。
その結果、薬師寺は民衆の間に広まっていったそうです。私は薬師寺さんにまだお会いしたことはないのですが、意外と多い名字なんですね。人々の人に使う繰り返しの文字は、実は読みが存在しない。この文字はパソコンのソフトなどでは通常同じ、同、繰り返し、踊り字などと入力すれば変換できます。ですが、これらは読みではありませんよね。また、カタカナののとまに分解できるので、のまなどと呼ばれることもありますが、のまと打っても変換はできません。実は、この文字は漢字ではなく、踊り字、乗字などと呼ばれる繰り返しの符号で、もともと読みは存在しないのだそうです。恐竜の皮膚は何色だったのか。昔の映画に出てくる恐竜は黒や灰色でしたが、ジュラシック・パークという映画ではカラフルな恐竜たちが登場しています。そこで疑問に思うのが、恐竜の色はどのようにして復元しているのか。福井県立恐竜博物館によりますと、一部の例外を除いて、今のところ恐竜の色は分かっていないそうです。化石に色が分かるような証拠がほぼほぼ残っていないからです。多くの復元画では、現在の爬虫類や鳥類を参考にして恐竜の色を塗っているようです。何でも以前は変温動物のイメージが強かったため、トカゲなどを参考にした地味な色合いにされることが多かったようです。ただ、進化した恐竜の中には、羽毛で覆われた恐竜がいたことが明らかになります。羽毛恐竜が発見されると、鳥に近い鮮やかな色使いも増えました。近年、何種類かの羽毛恐竜では、羽毛の部分を顕微鏡で詳しく調べてみると、色の元となる色素が入った小さな入れ物、メラノソームが残っていて、この形などから部分的にその色が判明したといいます。例えば、ミクロラプトルは、玉虫色に光る黒い羽が生えていたと考えられています。また、小型の草食恐竜、プシッタコサウルスや、鎧竜の仲間のボレアロペルタの非常に保存がいい化石の皮膚には、同じように、色素の痕跡が残されていて、今後の研究によっては、
恐竜の色がますます分かっていく可能性があるそうです。余談ですが、私は恐竜が好きなので、これからの研究が楽しみです。はやぶさの瞬間降下速度はどれくらいなのか。 JR 新幹線のぞみの時速は約300キロと言われていますが、自然界にはそれと同等、もしくはそれ以上のスピードで空を飛ぶ猛禽が存在します。その猛禽とは、ハヤブサです。全長約41センチから49センチくらいで、カラスほどの大きさです。タカモクハヤブサ科には、ハヤブサのほか、シロハヤブサ、チゴハヤブサ、チョウゲンボウなどがいるようです。ハヤブサは中高生で、動体視力も優れていて、海岸や河口など開けた場所で狩りを行っています。ハヤブサは世界最速とも言われていて、飛んでいる鳥を時速300キロにもなる急降下で蹴落として狩るという習性から崖で獲物を探しています。近年都会でも見られるようになったようですが、高層ビルを崖に見立てていると言われています。急降下しているときにかわされると、ハヤブサ自身の命が危なくなります。なので、小さい鳥よりも鳩くらいの大きさが獲物にしやすいようです。町では広場や公園などを中心に、ドバト、外来種のカワラバトが増えているので、ハヤブサにとっては食べ物も増えたことになります。高層ビルに登った際によく見てみると、高いビルの上にハヤブサが止まっているかもしれませんね。食事の後にすぐに歯を磨くのは控えた方がいい。近年は食生活の変化で酸性の飲食物が増えているそうです。酸には体の中で最も硬いとされる歯の表面のエナメル質を溶かし、すり減らしてしまう性質があります。口の中が酸性になると、唾液が酸を中和し、溶けてしまった歯のエナメル質を再石灰化して修復してくれますが、これには30分ほど時間を要するため、食後すぐに歯を磨くと酸で柔らかくなったエナメル質を修復される前に削ってしまうことになりかねないようです。つまりは、一説によりますと、歯磨きが最も効果的なのは、食事が済んでから30分ほど経ってからだそうです。
日本で最も短い国道は、わずか200メートルくらいしかない。日本で最も短い国道は、国道174号で、その距離わずか200メートルくらいです。この国道は、神戸港と神戸市中央区にある国道2号を結ぶ道路として整備されて以来、短いながらも物資流通のために欠かせない産業道路として、今も変わらず重要な役割を果たしています。一年の真ん中は7月2日である。一年の始まりは1月1日。そして終わりはご存知のように12月31日です。そのため一年の真ん中の日は、12ヶ月を半分に割った6月の中旬あたりだと思われているかもしれません。ですが、一年の真ん中は、年始から数えると183日目の7月2日です。つまりは、一年365日の真ん中にあたり、正月から7月1日までは182日、7月3日から大晦日までも同じく182日となっているのです。パリが花の都と呼ばれるようになったのは、19世紀に県知事だったジョルジュ・オスマンが街並みを整備したためである。パリは2000年もの間、ずっと同じ場所で繁栄し続けてきた珍しい土地と言われています。しかし、建物が密集しすぎて、下水の整備が遅れ、汚い話かもしれませんが、排泄物は地面の溝に流して処理されていたのです。そのため、町は不衛生な状況が続き、コレラが蔓延しました。19世紀のパリは、都市としての機能を失いつつあったのです。そこで、19世紀中頃、当時の県知事だったジョルジュ・オスマンは、密集する建物を2万棟も撤去したのです。総延長175キロにわたって道を整備し、道の下には巨大下水道を作り、町の衛生面を徹底的に改善しました。さらに広くした道に同じデザインの建物を4万棟も建てて、街並みを美しく整え、
広い歩道を整備したのです。広い道を生かしたオープンカフェという新たな文化を生み出しました。さらにオスマンは町の中心から東西南北に伸びる大きな十字路を作り出し、駅と町の中心を迅速に行き来できるようにも整備したのです。すると町は駅から訪れた多くの観光客や馬車でにぎわい、花の都と呼ばれるようになったのです。お刺身とお造りの違いは、お刺身は関東で生まれた言葉で、お造りは関西で生まれた言葉。お刺身とお造りは全く同じ料理を指しています。お刺身は関東で生まれ、お造りは関西で生まれた言葉です。魚の身のことを切り身と呼んでいましたが、武士の多かった江戸時代は、切るという言葉は縁起が悪いとされていたため、切り身という言葉が敬遠されるようになり、代わりにお刺身という言葉になったそうです。お刺身という言葉は、調理した魚の身にヒレを刺し、どのお魚の身かわかるようにしていたことが由来であるとされます。また、関西地方のお造りは、海が遠い京都で、魚を昆布締めなどにして傷むのを防ぐことからこの名前が発生し、ひと手間かけて作るという意味合いが込められているようです。ティーカップに取っ手がついているのは暑いからではない。日本の湯飲みに取っ手がついていないのは、そもそもお茶は高い温度で飲むものではないという文化によるものだそうです。安土桃山時代に親しまれるようになった抹茶は、立てているうちに温度が下がるため、取っ手が必要なかったそうです。また、煎茶が誕生した頃は、茶葉の質が良くなかったため、うまみが出るまでに時間がかかって冷めてしまい、取っ手の必要がなかったようです。さて、ティーカップに取っ手がついているのは、暑いからではないようです。ヨーロッパで紅茶に砂糖を入れる際に、砂糖をかき混ぜるときにカップを固定するためだと言われています。確かに便利ですよね。ジーンズの右前ポケットの中についている小さなポケットの役割。
この小さなポケットにはもともと懐中時計を入れていたようです。ウォッチポケットと呼ばれていたこの小さなポケットは、腕時計が普及してからは小銭入れとして使用されるようになり、ウォッチポケットからコインポケットと呼ばれるようになりました。しかし、小さいポケットにはマチがついていなくて、ほとんど小銭を入れられないことや、小銭を財布に入れるようになったことから、現在は小銭入れとしても使われることは少なくなりました。今は装飾としてのデザイン的な観点から残されているようです。沖縄の道路は内地の道路に比べて滑りやすい。内地の道路では骨材に硬質な砂岩を使用しています。砂の岩と書きます。内地から砂岩を海上輸送するとコストが高くつくため、沖縄の道路ではコーラルリーフロックという石灰岩が混ぜられています。路面が内地に比べて白っぽく見えるのも石灰岩が使用されているからです。また市町村道では骨材にほぼ 100% のコーラルリーフロックを使用しているため非常に滑りやすいのですが、国道や県道では 30% 程度なので市町村道よりは滑りにくくなっていて、高速道路では 100% 内地の砂岩が使われているので滑りやすいことはないそうです。沖縄ならではの道路、走ってみたくもなりますね。オリンピックのシンボルの五輪マークの5つの輪は何を示しているのか。結論から言うと、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの五大陸を表しています。五輪のマークは、近代オリンピックの父と呼ばれるピエール・ド・クーベルタン男爵の発案によるものです。五つの輪は五大陸を表していますが、何色がどの大陸というように、輪の色が特定の大陸を表しているわけではないそうです。五つの輪が重なり合うように鎖状にすることで、大陸の相互の結合と連帯を表しているそうです。また、五つの色は、青、黄、黒、緑、
赤に旗の色である白を加えると、世界のほとんどの国の国旗を描くことができるという理由で選ばれたそうです。時計の針が右回りになった理由は、太陽が東から昇り西へ沈むからである。世界最古の時計は古代エジプトの日時計と言われています。日時計は地面に木や石、棒を垂直に立て、太陽の光を受けてできる棒の影の位置や長さから時計を把握するものです。太陽は東から昇り西へ沈むので、日時計の棒の影は右回りで動きます。機械式の時計は日時計をもとに作られたので、右回りになったと言われています。また、もう一つの理由としては、右利きの人が多いことも考えられているようです。右利きの人は、右に回す力が強く、ネジやゼンマイなど回して使うものは右回りの方が都合がいいというわけです。赤い魚は深海。青い魚は浅いところで生息している。キンメダイのような赤い魚は、普段は水深100メートルから800メートルほどの深海にいます。これは深海では赤色が黒っぽく見え、周りから姿を隠せるようにするためです。また、サバのような青い魚は浅いところに生息しています。こちらは海の浅い場所が青っぽいため、海と同化して外敵の鳥から身を守ることができるからだそうです。うまく順応していっているのですね。ヘビは本当に目から鱗が落ちる。まぶたがないヘビは、まぶたの代わりにコンタクトレンズのような透明の鱗で目を保護しています。ヘビは脱皮をして鱗を落としますが、その際に目を保護している鱗も落ちるというわけです。ただ、ヘビは全身の鱗を丸ごと脱いでいるので、目から鱗がポロリと落ちるわけではないそうです。そうめんと冷麦の違い。そうめんと冷麦は
とても似ていますが、その違いは面の直径にあります。日本農林規格 JAS では原材料に小麦粉またはそば粉に塩などを使って乾燥させた乾麺類のうち、直径 1.3mm 未満をそうめん、 1.3mm 以上、 1.7mm 未満を冷麦と規定しています。なお、この規定では 1.7mm 以上はうどん、そして 4.5mm 以上はきしめんとしています。そうめんと冷麦はもともと製法が違いましたが、明治時代に製麺機が発明された際に製法の違いが曖昧となり、機械製麺が普及するにつれて両者を区別しにくくなっていきました。1968年に太さを基準とするJASの分類が定められたのです。きちんとした決まりがあったのですね。豚の体脂肪率はモデルよりも低い。豚は丸く太ったイメージがありますよね。野生の豚の体脂肪率は意外と低く 13% 程度です。太らせて育てた脂肪の多い食用豚でも体脂肪率は14%から18% 程度と言われています。18歳から39歳の女性の体脂肪率は痩せが 20% 未満、標準マイナスと言われているのが21%から27% 程度、標準プラスが28%から34% 程度と言われているのです。美容と健康を兼ね備えた理想的な女性の体脂肪率は 21% 程度と言われていて、ミスユニバースや現役モデルの体脂肪率は 20%から22% 程度なので、モデルよりも豚の方が体脂肪率は実は低いと言えるのです。無理に痩せることは全くもってないのですが、意外と豚は死亡率が低いことがうかがえます。10% 還元と1割引きでは、1割引きの方がお得である。家電量販店やスーパーなどで導入されているポイントカード、 10% ポイント還元と現金1割引きでは
どちらの方が割引率が高いのでしょうか。10万円の商品で考えると、現金1割引きの場合は、価格は9万円になるので、割引率は 10% となります。一方、10% 還元の場合は、言い換えると10万円で11万円の買い物ができることになります。つまり、差額の1万円を11万円で割った割引率は 9.1% となり、1割引きの方が約 1% も割引率が高いのです。計算するのが面倒なので、よかったらお役立てください。水分を全く含んでいない乾いた食品は、電子レンジで温めることはできない。電子レンジはマイクロ波という電波によって食品を温めています。食品には水が含まれていて、食品中の水にマイクロ波を当てることで、水のプラスとマイナスの分子が激しく動きます。この摩擦によって、水の温度が上がるため、この熱が周りに波及して食材が温まります。また、陶器やガラスなどの容器には、水のようにプラスとマイナスの分子がなく、マイクロ波に反応して振動しないため熱くならないのです。ただし、電子レンジで温められた食品の熱が容器に伝わり、容器が熱くなることはあるので、注意が必要なのです。確かに、食べ物よりも容器の方が熱くなる経験がありました。おはぎとぼたもちの違いは、食べる時期の違いである。ぼたもちは漢字で書くと、花のぼたんにもちと書きます。ぼたんが咲く季節、つまり春のお彼岸に食べるものです。一方のおはぎは、花のはぎと書き、はぎの花が咲く季節、つまり秋のお彼岸に食べるものです。小豆の粒をその季節に咲くぼたんやはぎに見立てているものであり、同じ食べ物なのですが、食べる時期で呼び方が変わるのです。棚からぼたもちと言いますが、これは春の時期に食べていたからなのでしょうか。ダンクシュートのダンクとは、物を液体に浸す、つけるという意味がある。バスケットボールでゴールの真上からボールを叩き込むようにシュートすることをダンクシュートと言います。
このタンクは物を液体に浸す、つける。特にコーヒーやミルクなどの飲み物にパンやドーナッツなどをさっと浸すことを意味するそうです。ボールを上から押し込めるようにバスケットゴールに入れる様子をカップに浸すパンやドーナッツに見立ててダンクと呼ぶようになったそうです。バスケのように思いっきり浸すのであればカップに入っているコーヒーはこぼれてしまいますけどね。お酒をちゃんぽんすると悪酔いする理由は、エタノールの摂取量が増えるためである。お酒の種類をいろいろと変えて飲む、いわゆるちゃんぽんをすると悪酔いすると言われているのは、科学的には間違っているそうです。酔うという現象は、お酒に含まれるエタノール、アルコールが体内の神経系に作用し、その機能を喪失させることで生じるそうです。つまりは、酔うか酔わないかは、摂取したエタノールの総量によって決まるため、お酒の種類を変えることで酔いやすくなることはないのです。お酒の種類が変わることによって気分が変わり、余計に飲んでしまうことで、結果的にエタノールの摂取量が多くなるというのが酔いの原因です。知りませんでした。最近夏日の日もありましたので、ちょっと涼しい話題です。雪は白く見えるが、実際は無色透明である。人は物体を見たとき、反射する光の波長の割合により、その色を感じていますが、すべての波長を吸収したときには黒色、すべての波長を反射したときには白色に見えます。透明なものは光を当てても光がすべて通り過ぎるため透明に見えます。雪も透明ですが、細かな結晶でできているため光を曲げて反射します。結晶から反射された光は、また別の結晶に反射され、雪の中で光があちこちに乱反射し、すべての光の波長を反射した状態になるため、雪は白色に見えるというわけです。面白いですよね。今夜の雑学はここまでです。まだ眠れていない方のために、他にも雑学の朗読をご用意しています。よろしければご活用ください。
最後に寝たままできるリラックス方法についてお伝えします。脳をリラックスさせ、極上の睡眠に導くそうです。今夜は頭の筋肉のほぐし方です。まずは側頭部を手のひら全体で押します。こめかみから頭頂部に向かってゆっくりと押します。呼吸を止めずに3往復しましょう。目の周辺だけではなく、側頭部までの緊張をほぐすことにより、自律神経のバランスを整えます。目は近くを見たり、遠くを見たりすることで、自律神経のバランスをとっているそうです。しかし、最近は携帯電話など近くを見続けることが増えていませんか？なので、目尻から側頭部までの緊張をほぐしましょう。リラックスさせることで自律神経のバランスを整えていきます。無理せず自分のペースで、自身が気持ちいいと思えるくらいの力で、そしてぐっすり寝るための呼吸法をやってみましょう。仰向けになり、鼻から息を吸います。お腹を膨らませ、空気をため、今度は口からゆっくりと息を吐き出します。息を完全に吐き切ります。4つ数えながら鼻から息を吸います。7つ数え終わるまで息を止めます。8つ数えながら息を吐き出します。これを10回ほど繰り返します。4、7、8の呼吸法と言われています。これは体を睡眠に適した状態にすることができると言われています。よろしければこの後も続けてやってみてくださいね。それでは次回の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。皆さんにとって引き続き素敵な夜となりますように、そして素敵な朝が来ますように、ゆっくりお休みください。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。